7月20日は、グレゴリオ歴で年始から201日目にあたり、年末まで、あと164日ある。北方戦争、ワルシャワの戦い探検家、アレグザンダー・マッケンジー、カナダ横断を達成広州戦争、リッサ海戦ナチス・ドイツ副首相、フランツ・フォン・パーペント・ローマ教皇庁のパチェリ、数キ教の間で、コンコルダート締結、ヒトラー暗殺未遂事件。右画像は、 首謀者、クラウス・フォン・シュタウフェンベルクの記念切手メディアを再生するアポロ11号が月に到達し人類が初めて月面に降り立つ火星探査機ワイキング1号のランダーが火星に着陸初の本格的な探査に成功。右画像は最初に送られてきた火星表面の映像ビルマの民主化運動指導者アウンサンスーチー南京される水族館。 海遊館海館詩人、人文主義者、ペトラルカ誕生。右画像は思考。遺伝学の祖、被災グレゴール・ヨハン・メンデル誕生。右画像は、メンデルの法則の使い画家、マックス・リー・バーマン。右画像は、海水浴する少年たち南極探検家、シラセ・ノブ。右画像は、探検に用いられた、海南丸飛行船、飛行機双方のパイオニア、飛行家。 アルベルト・サントス・デューモン・フランス王、経験王・オロベール二世没第七十四代天皇、蕎麦天皇没カスティーリャオフアン二世没カキツバタズコ白梅、図描部、リンパの思祖、画家、工芸家、小形光林没数学者、ベルンハルトリーマンクゲ、政治家、岩倉智美詩人、ポール・バレリー・没。右画像は、バレリーの眠る、出身地セットの地中海沿岸の墓地。映画俳優、 ブルース・リーボツコロンビア独立の英雄たちコロンビアの独立記念日。1810年にスペインからの独立を宣言。国家を聞く月面に向かう着陸船イーグル月面で作業するアームストロング翌日の報道アポロ11号。月に到達。ありがとうございます。